この時間は湘南ベルマーレ対マツダゼルビア、こちらをご覧いただきます。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。湘南はこの試合 3-5-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、この場合の2トップは常に動き、相手ディフェンスを混乱させる必要がありますよね、はい、そしてフォワードの1人がポストプレーになり、もう1人はシャドウの役割になる、うん、さらにはトップ下の選手も積極的に飛び出してゴールを狙っていくスタイルが求められますよね、はい、また攻守ともに重要になるポジションはボランチの位置ですよね。湘南のキックオフでスタート。湘南ベルマーレ対マツダゼルビア、立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレー、アウト、できた、いやナイスセーブ、いやよく止めましたね、ファインプレーですよね。キュッキーは今のチャンスを物にすることができませんでした。林、もう一つ前に行きたい、裏へ出るか、ここ来ましたよ、これはどうだ、来た、シュート、止めた、いやこれよく止めましたね、いやこれぞ守護神ですよね、素晴らしい反応ですね、好セーブを見せました。ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、湘南はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます、来たか、シュート、いやわずかに右へそれました。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね、もったいない気がしますけどもね。自らドリブルで切り込んでのシュートでした。プレスに行くんですけどもね、うまくこうボールをさばかれてしまうので、ボールの奪い方、奪う場所、明確になりませんよね。キーパーからのロングフィード、ルキアンからのスルーパスは通りませんでした。鈴木、大きく縦へスルーパスを狙う、おいい形じゃないですか、収まった、フリーだ、シュート、ーキーパー、いやー、ここを拾って次につなげたい湘南、ここは通しません。庄司、まだこの前半スコアに動きは見られません。柴田、さあどこに出してくる、打った、打つ、いやいい反応でしたね北澤さん、いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。セントミドルシュートでした。ルキア、プレスからボールがこぼれる、さあ一気にカウンター、レースを狙った、ここは通しません。パスでつないで攻め込んでいきます湘南、ここはつながりません。縦へ送る、サイドへ林、縦へのボール、さあつながるか、さあナサンホ、先頭、この柔らかいパス、サイドのスペースを使いますが通りませんでした。長いボール縦へ平岡、スペースを狙う、もうこれいいでしょ、この位置で受ける、抜けてくる、勝負だ、と枠に当たる、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。非常にバングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。湘南、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。来ましたよ、中央へ、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。バラダ、長いボールを送ります、さあつながるか、このボールをカットします、裏のスペースを狙う、いいボールだ、
裏へ抜けた、動きましたよ、ナサンホへのボール、こういう形ですよ、さあどうだ、ボールが迫る、こぼれてる、シュート、なんと止めた。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。今のは投手が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。さあどうだ、クリア、このピンチをなんとか出します。ここで前半が終了しました。前半0対0、両チームチャンスはあったんですが結局ノースコアで終えたという前半でした。攻め際の状況でも攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていればこの後優位に進めていくことができますからね。そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。湘南ベルマーレ対マツダゼルビア、得点は動かないまま後半を迎えます。さあ後半、まあ、非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね、緩く狙ったボール、いいボールだ、さあどうだ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。スペースにいいボール出たんですけどね。ここで受けて平岡、ここで前を向けるか、こぼれてますよ、ここでファウルがありました、たまらず行ってしまいましたね。レフリーの注意が入ります。今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。フリーキックのチャンスです。この試合初めてのセットプレーです。直接か、防いだ、これは直接打ってきたところ、ファインセーブです。いい反応を見せましたよね、キーパー、キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。コーナーキックのチャンスになります。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、クリアが浅い、これはクリア、鈴木、バラダ、ふわっと裏を狙う、いいボールだ、この位置でボールを受けます、だがシュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。町田、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。湘南はベンチに動きがあります。両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますがこの終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。大きく縦へ、ルキア、町田としては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんでしょうね。なるほど、その意図は何なのか、これいいでしょ、さあどうだ、シュート、触る、いやーキーパー素晴らしいですね。平岡、縦へのボール、つながります、長いボール縦へ、裏を狙う、どうだ、さあ来たか、このボールはカットされます。一瞬のクリアですよね。ここは通しません。鈴木、これを拾いたい湘南、コーナーキック、このコーナーはどうだ、ボールが上がる、いやわずかに左へ逸れてきます。お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。持ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。松田はここでベンチに動きがあります。
北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。自分で行く、さあ来たか、クロス、ルキアン、ルキアン、ピンポイントで合わせてきます。最後崩されましたよね。突破されて一度も守りきれてないですよね。今のはディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。前線が長いボール、ここは通しません。田中、両チームゴール前での激しいせめぎ合いが続いておりますが、依然0対0のままです。商談としてはちょっと疲れてきてますかね。防戦一方になってますしね。さあルキアン、サイドのスペースを使います。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。このスルーパスは通りません。ロングフィードで狙う。いい形じゃないですか。素晴らしいパス。行きましたよ。シュート。わあ。先制。町田。いやー。ここへ来て試合が動きます。いやー、決まりましたね。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは両チームともメンバー交代があるようです。町田、先制ゴールが決まりました。1対0。町田としてはこれで安心して引いて守れますよね。そうですね、大きな1点ですよね。はい、長いボール縦へ、カット。お、いい形じゃないですか。さあ来たか、中央へ折り返す。わずかに届きません。まだある。さあどうだ、いけるか。いいプレッシャー、ここは通しません。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。いいプレッシャー。商談としては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。湘南奪い返します。いいボールだ。さあどうだ、いけるか。ここかわす、シュート。いやー、同点、エルマーレ。いやこのままじゃ終わらない意地の一発。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあ、ボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。さあ湘南、もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。最後まで粘っていればね、必ずチャンスは出てくるということを見せてくれましたよね。はい、ここで笛です。1対1、同点で試合を終えました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけば、またさらに成長していけるでしょうね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
1対1、両者痛み分けという形に終わっています。